早速 SNS 集客のます改善と応用まずまあインスタグラムですねインスタグラムなんですけど、まあやっていく上にあたってまあ3つの壁っていうのがあるわけですね。まずフォロワーがそもそも集まらないんだと。ね、で次、いやフォロワーは集まるけど LINE アットのリストが増えないんだよね。と3つ目、いやリストは取れてるけど営業は決まらないんだよねとか制約はなかなかしないんだよね、来店しないんだよね、ネットショップから商品売れないんだよねとか。 まあこういった問題があるわけですね。これ3つの問題、フォロワーが集まらない、リストが集まらない、リストは取れてるけど制約しないと。まあ、こういう壁があります。で、僕もね、こういった壁っていうのをずっとぶつかって、それを乗り越えてきてるからね、今があるわけですけど、これみんなね、やっぱ直面します、大ーカリスクの中でね。そう。で、この3つの壁をどうやって突,っえ突破していくのかっていうところが、まあ、きの目的ということになります。でまず最初、順番に見ていきますけど、フォロワーが集まらない原因っていうのもいくつかあるわけですね。で、まず1個目。 え毎日投稿とフォロー、これちゃんとできてるって話ですね。まあ、アクションブロックかかってる場合はあれですけど、それ以外の場合、ちゃんと毎日投稿とフォローできてるのって話ですね。次、プロフィール写真、ね、これちゃんと設定されてるって話ですね、はい。で、タイトルとかね、まあ、こういったいろいろ改善点があります。まあ、5つあるわけですよ。で、まず改善点1と2、まあ、毎日投稿とフォローがちゃんとできてるのか、まあ、これは、ね、自分に問いかけて、ね、見ていただきたいなと思いますね。自分に問いかけてみていただきたい。 で2つ目、これ、ね、プロフィール写真がしっかりと設定されてるのって話なんですけど、インスタグラムではですねこれ、プロフィールがめちゃめちゃ重要になってくるわけですね、プロフィール。な、ま、ん、あ、でかっていうと、まあ、メラビアンの法則っていう話があるように、人っていうのは一番最初にその情報で、もう8割以上は視覚情報でね、物事を判断してます。例えば、皆さんのここでインスタグラムがありましたね。で、例えば皆さん、こうやってフォロー申請いつもしてると思いますけど、フォローされた側って、あなたのアカウント見たときに、真、ま、っ先にどこ見るかっていうと、まずプロフィール一番最初見るんですよ。 ね、でプロフィール見た後にあにあ違う違うプロフィールのアイコンの写真見た後にプロフィールを見るんですよね、まあ、当たり前ですけどでここパーッと見てであと過去の自分の上げた投稿上位9投稿がパーッと見られるース。あこういう発信してる人なんだみたいなそうで基本的にもう0コマ並秒でパッパッと見てこのアカウントはありなのかなしなのかで自分にとって価値があるのかないのかって無意識にお客さんってもう決めてるよって話なんですよだから一番最初に見られるこのアイコンがねそうアイコンがありました このアイコンねいいアイコンと悪いアイコンっていうのもそれぞれあったりするわけですよ。いいいアアイイコンと悪いアイコン、ね、でまあそれはちゃんと悪いアイコンのね例としては例えばアイコンがぼやけている。ぼやけているとか暗いとかねそもそも。 暗いとかでなかなか顔出しできないという方は画像を、ね、アイコンにされている人いると思うんですけどそのアイコンが例えば、ね、うちの宮中さんみたいにダイエット情報局ってなってたら、まあ、ダイエットの発信しているチャンネルなんだって分かりますけどアイコンがそもそも分からないとかねアイコンの文字、えー、アイコンアイコン,がアイコンがちょっと意味不明みたいなね何なのかよく分からないという場合とかね例えばダイエット系の、ね、情報発信してるのにアイコンが浅料龍とか。 <laughs> それはよよく分かなない話になるんですよだから、こういったところがちゃんとできているのかどうなのかっていう観点でですね、明るさ、まあ、ポイントはまず判断基準、明るさですね、明るさ。明るさと明るさと明るさ,と明るさ,と明るさ、ちょっと量、漢字書けないんでひらがにしますけど、明るさて明るさ、どうなのか。で、アカウント。アカウントとのまあ相性ですね。ちゃんとアカウントに沿った、 例えば、ダイエット系だったらダイエットっぽいアイコンになってるのかということですね。あと、例えばコンサルタントだったら、やっぱりジャケット着てる写真のプロフィール写真の方がいいし、相性ですね。あのそれから、えー、なんか、スウェット着てるのに、ああのウェブコンサルタントですって、ちょっとなんか、プロフィール写真にしたらちょっとあれですよね。そうだから僕とかも最近はもう昔は結構スーツとかオーダーシャツとかちゃんと着てましたけど、最近は僕、YouTube ライブとかもね、本当にもうカジュアルな格好でやってます。だだけどやっっぱり未だにプロフィール写真っていうのはね あのジャケットの写真とかを使うようにしてるしそうである程度知名度が出てきたらもう僕も今広告とかも T シャツ普通に黒い T シャツ着た写真で広告かけてますけどあれでも全然撮れるようになるんですよだから一番最初知名度が全くない場合とかやっぱちゃんとしたブランディングを作るためにはちゃんとした服装とか、ね、服装服装とかもちょっと気をつけた方がいいかなと思いますこれだってるかはい。これ3つですね明瞭明るさはまあ服装ですね身なり この3つの観点でですねちょっと自分のアイコンを見つめていただきたいと思うんですけどまあ人って客観的に自分のこと見れない気持なんですね。客観的に見れないなのでまあ今日はですねまあちょうど皆さんね集まっていただいているのでお隣同士でですねまあお隣がもしいらっしゃらない方は後ろの方同士でインスタのアイコンをですねちょっと見せ合っていただきたいなと思うんです。ね今から見せ合っていただいてであのお互いですね思ったことを指摘していただきたいなと思います。指摘ね で直接口頭で伝えるなかなか、ね、言いにくい部分ってあると思うんですよ。で多分お互い見ず知らずとかね今日やっと隣になってせっかく仲良くなったのに、ね、アイコンのダメ出しをするっていうねそう真村 <laughs> さんちょっとこの写真良くないっすよとかもっといい写真あったでしょうとか背景ちょっと暗いっすよとかでもそういうのを相手のためだと思って指摘してあげるっていうね、まあ、ここでしかできないことだと思いますので。 でただ直接言うのが抵抗あるっていう場合は、まあ、ちょっと紙とかに、ね、メ,モ帳メモ書きにしてこことこことここですって言って入って渡してあげるとで思ったことを正直に、ねまあ、あのお互い伝え合うとでその人が思ってるってことは皆さん見込みのお客さんもそう思ってるってことなんでそうだから、まあ、そのアイコンをです、ね、ちょっとアイコンテストとこれ読んでるんですけど毎回やるんですよ合宿のとき。 お互いない方はね前後左右のね方と一緒にまあこのお互いにインスタのアイコンを見せ合ってですねなんか5分ぐらいで,ですねこの明るさはどうなのかでっきり映っているのかそして服装をね服装これをですねちょっと見せ合っていただいて的確に指示をしていただきたいなというふうにね思います。それではでは今からお隣の方同士前後左右でですねペアを 作っていただきまして、ぜひねアカウントのチェックをしていただきたいなというふうに思います。はい、ではね始めてください。どうぞ。 はいではですねそろそろ5分経ちましたので、えー、一旦ですね、えー、一旦、えー、ストップねしていただきまして前をね向いていただけたらと思いますはいまあ、今ですねまあ、両隣左右対称の人たちとねアカウント見え込みを見比べていただきましてまあいろいろな指摘とか気づきとかあったと思うんですけどもちょっとどんな え指摘があったのかちょっと聞いていきたいなと思うんですけれどもえとあじゃあそちらのチームここですねここは両隣で一チームですかはいそちらのチームはえーまあチーム名はないと思うんですけどもどんな指摘がありましたでしょうかまず順番にはいあっなるほど 横側より正面の方がいいとあそれも確かにそうですよね顔がしっかり見えた方がいいと逆に何かアドバイスを、えー、とこうか逆にされ,たされた方ですねあした方ですねはいされましたオッケーです逆にどんなアドバイスをしましたかええー、あなるほどですねもう火の打ちようがなかったと素晴らしいです はいありがとうございますでまあ本当にプロフィールもですねあの他の人からの意見っていうのはすごい大事なのでまあ、なんかこれからもね友達になんか見てもらったりとかまあ、していただくというのはすごいいいかなと思うんですけどプロフィールね明るさに関してはあの背景がちょっと暗いところでやっぱり写真撮っている人とかっているんですよね暗いところで写真撮ったりとかしている人とかよりは背景やっぱ明るい方がアイコンは綺麗に写ったりしますで、えー、改善点3ですね。 これがいわゆる文字が小さくないかってこととそしてお客さんが見たいと思うタイトルなのかどうかこの2つですねもう一回ですね文字がちっちゃくないかってこととちゃんと魅力的なタイトルになってるってとこですねこれね順番にちょっと見ていきたいなと思いますけどもまあ例えばなんですけど まずアイコンですねこの方、天野さんというです、ねまあ、風水師の方で、まあ、4ヶ月5か月ぐらいで1万フォロワー達成された方なんですけど、まあ、天野さんね、ね、まあ、ややまあ明るめだと思うんですけども背景はちょっと黒いんですよね背景はちょっと黒いけど白い洋服を着ているから、まあ、ある程度明るめに見えるとただ、高子さんの場合ってこのアイコンあんまり実よくないんですよ。 うん、背景も暗いし服も黒いからねちょっと暗いなって印象を無意識に与えちゃう、まあ、南さんはね服が白いんでまあ大丈夫ですけどもで、えー、そうこの里見さんはですね堀川さんっていう方なんですけども、まあ、集客コンスタントしてる人ですね里は月賞でまあ50から60っていう売り上げをまあ安定してあげられてるという方なんですけども、まあ、この方も半年で1万フォロワーくらいですねで堀川さんは服は確かに黒いんですけど、まあ、背景はねちゃんと白い背景で撮ってるんで、まあ、全体としては明るみの写真になっていると。 まあこれちょっとした印象でねすごい反応率で変わってきます。はい、で、えー、3つ目のねこの改善って今お伝えした通り文字投稿の文字が小さくなってないかそして見たいと思うタイトルかっていうところなんですけどもこれですねはい文字はですねこれ例えばタカ子さんの場合ですけどもうほとんど文字じゃんほとんど文字であるともう7割ぐらいはもう文字で埋め尽くされててもまあこれぐらい逆に言うとちょうどいいんですよね。 なんでかっていうとお客さんってスマホベースでインスタを見たりしているのでスマートフォンの一覧で、ねえー、例えばあなたへのおすすめの一覧を開いたときに文字が小さかったら見えないんですよこれでね見ておきパッてタイトルね5時の人だったら目に入らなかったりするだから文字はこれぐらいバカでかい、まあ、7割以上ねでもちょうどいいぐらいですと、まあ、目安はこれぐらいだと思っておいてくださいこれぐらいバカでかい方がちょうどいいよと,ということですね はい、これが大きさそして2つ目ちゃんと見たいと思うタイトルかってことなんですけども結局このタイトルもですねあのポイントがあるんですねポイントが。で今回はですねちょっとまた後ほど Facebook グループの方でねアップをさせていただくんですけれども、まあ、タイトルの付け方のねちょっと話を今日やっていきたいなというふうに思いますタイトルですね。で ね、そうで、これね、後ほどまたフェイスブックグループ貼っておきますので、はいであのまあ、これタイトルをつ、ね、けるときの反応が取れる5つの方っていうのがね、あるわけなんですね、5つの方、はい。例えば、まあ、これね、5つのパターンがあるんで、5つぐらいこうやってパターンがあるんですけど、まず1個目、未来を見せるタイトル。 これもラインアットの無料プレゼントね、どういうタイトルがいいのかなとか、ね、セミナーのタイトルもそうだし、ね、本のタイトルもそうだし、YouTube のタイトルもそうだし、ラインアットのタイトルもそうです。今日はこういう内容について記事を書いてみたんで読んでみてねとか、ブログのタイトルも全部一緒です。もう全部において使えるんですけど、まず1個目、未来を見せるタイトル。これがやっぱり反応が取れるコピーには絶対にあるところですね。例えば、〇〇になれる3つのステップ。〇〇に入るのってメリットなんですよ。 例えば皆さんだったら月50人から100人集客できて売上が上げられる3つのステップとか月賞で100万達成できる3つのステップとかねそうこういう具体的にどうなれるのかっていうお客さんが本当に欲しい理想の未来をもうドストレートにド直球で伝えてあげないと伝わらないんですよ。よくあるのが悪い例としてね悪い例としてえ例えば LINE と Instagram の使い方セミナーこれってお客さん集まらないんですよどうなるのかわからないからねじゃなくて月30人50人100人以上安定集客できる LINE×Instagram 特別集客セミナーっていうとあどうなれるのかなんか明確だから集まりやすいんですねメリットうん でまあ、このね数値化って書いてありますけどでさらに言うと3つのステップとかね3つのステップ3つのマニュアル3つのテンプレート3つのバイブルとか大百科とかね3つの秘訣とかこういったタイトルで締めてあげると、まあ、特に無料プレゼントのタイトルとかもそうですけどやっぱり人っていわゆるその日本人ってやっぱ学校教育をずっと受けてきてるわけですよ義務教育でね小中高だからやっぱバイブルとか教科書って表現は結構ですね反応がいいんですよね反応がいいとか安心するお客さん目線としてはあバイブルがちゃんとあるんだね テキストがあるんだねねレシピがあるんんだだ、ね、そこの文言はやっぱりお客さんもやっぱり安心しますだから広告とか見ててもですねうち広告代理事店もいいんですけどやっぱり広告でもずっと流れてるやつだと「なんとか大百科」とかねだから10年前とかだったら15年前からネットビジネス大百科っていうのがねめちゃめちゃ,そうめちゃめちゃ流行ったりしましたけれども「なんとか大百科」とかねそうマニュアルバイブルとかテンプレートとかで実際 Amazon で売れてる本のタイトルの書籍調べてみても結構こういうの多いと思います。 お客様が集まる店舗向け集客のバイブルとか。うん、うで例としては、まあ、これだけでイメージできないと思うので一応例としてはねではあなたの夢を6か月で成就させる引き寄せ3ステップとか,、ね、から僕らとかも YouTube ライブやるとき大体もうこの3ステップでねもう最近もう3ステップ使いすぎだろうみたいなちょっと逃げてるみたいな感じでありますけどもたった3ヶ月で理想のパートナーと出会える3ステップマニュアルそう欲しくなるってなるんですねでちゃんとメリットも伝えてるわけです。あとはスピーチで緊張しない 最強トトークスクスリプトとかね知ってるだけで集客できる SNS 集客バイルもしくは SNS 集客大百科でうちとかは最近 SNS 集客大百科で広告をかけてますあとは30日でマイナス4 8キロ痩せられる食事術3ステップとかねここまで書いてあげないとお客さんって分かんないんですよでさらに言うと あの期間と、まあ、これ絶対何々できるっていうのは特徴的にアウトなんで、まあ、期間と結果ですね具体的な数字これは書いてあげるといいですでさらに言うとえ例えばエステ系とかダイエット系とかだったらマイナス5キロっていうよりマイナス4.8キロって書いた方がイメージしやすいです。えだって5キロぴったり痩せられることってあるって話ですねうん。 あそうですよ、だからうちとかでも、例えば実績者の生産取るときとかも、あのいくらも一円単位まで聞く、1円単位までで、1のくらいまで聞くんですよね。例えば、月300万いきましたとか、月賞130万いきました。でも正確に聞いたら13、131万でしたとか、332万でしたとかってあるわけですよ。って書いた方が、やっぱりリアリティがちゃんとあるんですよね。だ波数あえて端数を見せるっていうところですよね。うん。で、リアリティを見せると。 これが2つ目は、まあ、危機感をね煽るタイトルというのもあるわけですね。でキーワードとしてはテンプレートとしては、まあ、YouTube のサムネイル、ね、YouTube とか結構皆さん見てる人だったら分かると思うんですけど YouTube に伸びてるタイトル大体これなんですよ。「注意知らないと怖いほにゃらら」とか「ほにゃららしたいならこれだけはやるな」とか「ほにゃららしたいなら絶対にやってはいけない2」3つのこととか「え3つもやっちゃいけないことあるのえー、何何?」みたいな。 知らないと損これやるだけでほにゃらになれるとかこれは NG とかね、うんまあ、例えば例ね売り上げを上げたいなら、えー、これだけはやるなとか、ね、告白を成功させるために絶対にやってはいけない3つのこととか知らないと怖いインスタ集客の NG 行動とかね、えー、知らないと損、えー、知るだけで200万得をする節税法とか、えー、注意知らないと怖い正しい美容ケアとかね 基本的に人間って得したいっていう感情よりも損したくないっていう感情の方が強いんですよね。損したくないって感情が強い。そうなんでこう期間を与えるっていうのは結構重要ですね。まあ LINE やった配信も一緒ですよね。この辺は。で、えー、3つ目。今度は興味をそそるワードで締めくくるっていうタイトルの付け方もあるわけですね。まあこれもちゃんとね Facebook グループは後でアップしとくんでまず、あ、見ていただきたらい,いかなと思うんですけど、えー、興味をそそるワードとしてはもう共通点なんとかの共通点とかね。 何とかの落とし穴何とかの罠ほにゃららのたった一つの方法とか何々の本当の原因って知ってますかみたいな本当の理由知ってますかっていう本当のっていうのが結構ねキーワードだったりするわけですよキラーワードね例えば肥満になる原因って言われるよりも肥満になる本当の原因って皆さん知ってますかって言われた方が引きつけられるわけですよそう 本当の、ね、まあ本当のってなんだよって話ですけどでも本当のって言うと、まあ、根本のって意味ですね言い方を変えては根本の原因は実はこうですっていう時にはこの本当のっていう言い方をしてあげるとより響くでほにゃららのトップ3とかね、まあ、これはなんかランキングですね稼げない人の特徴トップ3とかでほにゃららになる人の共通点ねお金持ちになる人の共通点とかあ共通点あるんだそれちょっと知っときたいなってなるわけですようん であとはこの下に書いてあるねこの逆説的なタイトルっていうのも実はあるんですね興味をそそるワードの付け方としてこれはいわゆる逆説っていうのは何なのかっていうと一見間違ってるけど実は正しいよねみたいな一見間違ってるけど実は正しいよねっていうような、えー、言葉ですねそう例えばあの一見正しいけど例えばあのあちょっと待ってくださいねえー、あ で逆説的なタイトルっていうのはどこかっていうと、まあ、例えば、ね、ここですねインスタ映えをしないインスタ集客法とか、ね、インスタグラムって基本的にインスタ映えするもんなんじゃないのっていう常識があるわけですねその常識と真っ向から向かうから一見聞くと間違ってるんじゃないのと思ってるんだけど実は正しいみたいなそういうもんですでインスタ映えしない集客法とか安たいなら食べろとか別にこれ本当かどうか分かんないですよただ一列安たいなら食べろとかねそう イケメンは持てないとか売りたいなら売るなとかねそうお金がない時こそお金を使えとか集客しない集客をとか売り込まないセールスをとかねこういうのが逆説的なタイトルとしてあるわけですえっ何何ってやっぱり目を引くわけですよそうヒットコンセプトっていうのは結構こういうところからやっぱ生まれたりしてるわけですよねこういうところからであとはまあ上の方にね例えば この共通点興味をするワードだとモテない人の共通点稼げる人の共通点頑張っても安ない本当の理由今最も熱いデートスポットトップ3、まあ、これはランキングがあることであ3つだったらちょっと知っときたいなっていう心理を煽る。る知らないと怖い自己啓発3つの落とし穴あこれはあそっか3つの落とし穴があるんだと落とし穴かこれはちょっと聞いときたいなとなるわけですね。 で 4, つ目えー、4つ目はです、ね、簡単私でもできるで結局これセールスとかセミナーでもそうなんですけどお客さんに何か商品を販売していきたいと思ったらお客さんがその未来を手に入れられる理想の未来をイメージしてもらわないと人ってやっぱり商品買わないですよねイメージしないとで皆さんが例えば我々の中でも入っていた時もそうだしその他にも何か 例えば別にあれですよバッグ買った時とかなんかジュエリー買った経験がある方は別にそれを思い浮かべていてそうなんですけどそれを買うことによってこういう未来が得られるんだなっていうのを一瞬でもイメージできたから多分買ったと思うんですねで例えばあのなんていうんですかね例えばじゃあ,あのジュエリーとかねじゃジュエリーのダイヤのネックレスをもし買ったことがあるよって人がいたらそのネックレスを買うお客さんってあの、まあ、別にそれダイヤのジュエリーをつけることによって。 で例えば社交場とかで、えー、すご褒められるとかねそう自分に自信をつけたいとかそういったあの自分に自信が持てるようになるそういった情景がイメージできるからそういういいににおお金金を出出すすすんですよでよよジュエリーにお金出してるわけじゃないですよねで皆さんも SNS 集会アカデミーに入って例えばこういったあの、えー、とコンテンツサイトとか、まあ、教材とかいっぱいありますけどそれが欲しいから入ってるっていうよりはそれを学ぶことによって。 で結果をを出してて売り上を上げげいいきたいそのイメージができたから多分今ここにいらっしゃると思うんですね。っていうようにあのだからぶっちゃけその理想の未来が手に入るんだったらあのぶっちゃけねじゃこの魔法の水これ100万しますとこの100万の水飲むと月収100万になります。もしそういう水があるんだったら別に水でもいいわけですよ、まあ、そんな水はないわけですけれども。と、うん、いうことなんですねそうだから手段はどうでもいいとただその未来がイメージできるようにでそのイメージする時に。 やっぱ引っかかるのが例えばダイエットでもそうだしビジネス系でもそうだし習い事でもそうです英会話でもそうです、ねえー、治療とかでもそうなんですけど本当に自分でもそれできるの自分でも悩み本当に解決できるのってのお客さんイメージできないんですよ基本的にお客さんってよくわから人間の脳ってよくわからないものに対しては不安を感じるんですよねでよく分かってるものに安心を感じるんですよよ、まあ、よく NLP でもありますけれどもでえっ、ー、とぶっちゃけ難しそうだなと思ったらお客さん消費うかないですよ簡単に言うと。 難しそうだなとか、うん、自分にはできなそうだなこの壁を取っ払ってあげる必要があるんですねだから私でもできるよね小学3年生でもできるよねで本当にこんな私でもできたんですというようなやっぱ説明の仕方をしてあげないといけないんですよねだからこそタイトルとかでも「あの猿でもわかる」とか「小学3年生でもできる」え「ー、初心者でもできる」「不動産投資」とか。 初めてでもすぐに実践できるとか今すぐできる今日からできる1日3分やるだけでほにゃらになれるとか無理なくできるとか無理なくできるダイエット法とかねそう、まあ、こういった切り口が大事なんですだからライズアップとかも何であれだけ50万とか100万払ってライズパイやる人がいるのかっていうとあでもやっぱあそこ入ったら私でもう、ま、ダイエット成功できるんじゃないかと私でもできるなんですねキーワードはだこういったキーワードはやっぱ人を引きつける例としては「サでも分かるラインアットの使い方」 小学3年生でも分かるエフクスの基本1日3分簡単美容ケア1日3分無理なくできる簡単小顔ストレッチ1日3分だったら確かにできそうだなとかねブサイクでもモテる方っていうなんか動画は結構再生回数がバズってたんでまあ一応これも載せといたんですけど自分でも簡単に言うとまあ自分でもそれできるんだというのがイメージできるかどうかなんですね。 これがいわゆるあの難しいっていう真理の壁を越えてもらう、越えさせる、えー、ワードです。で、最後は二者対立法っていうのがありまして、まあ、これはもうすごいシンプルですね。ほにゃららな人とほにゃららな人っていうのを比べることで、まあ、例えばですけど、 持てる人と持てない人の決定的な違いっていうのをやることによってじゃあ自分も例えば持てる人になりたいと思っている人が見たら持てない人っていうの,その対立のものに対してはどっちかは理想の自分だけどどっちかはそうはなりたくないっていう恐れがあるんで恐れをの心理を煽りながら理想の未来をイメージさせるっていうことができるんですね。稼げる人と例えば浪費家ここで浪費家って書いてますけど稼げる人と稼げない人の例えば根本の違いとかもそうですよ。 の違いっていうことによってあ自分は今稼げなないいいるんじゃないかこのままではまずいいや稼げる方に回りたいっていう両方の視点を意識させることができるんで、まあ、痛みも与えだからあと仕事遅い人必見仕事が早くなるための3つの方法っていう書き方をすることによって仕事が遅い自分をは変えなきゃいけないなって危機感を与えると同時に仕事が早くなる、ね、あえて対比を出すことであ自分は仕事早くなりたいなじゃあその3つの方をしろうっていうふうな思考回路になるってことですね。 そうであとはですねその他か、まあ、LINE アットの無料プレゼントのタイトルに関してとかインスタタイトルもそうなんですけどそれ以外のタイトルは、まあ、こちらにもいろいろ事例載せてるんでこれをそのまま差し替えで使っていただくだけでも全然大丈夫ですただ最終的にはねやっぱりこれだけでもねあのどんどん自分なりに、ね、あのもっとボキャララリー増やしていただきたいなと思うんで。 同業者の Facebook とか同業者のインスタとか同業者の YouTube とか同業者の人自分のやってる業種例えば治療院とか生体とかだったら生体とか、えー、産後骨盤矯正とっ産後骨盤矯正とか、えー、それこそ、えー、とウェブコンサルタントとかいろいろキーワードを Google で検索すると、まあ、LP といってですね、まあ、ホームページがいろいろ出てくると思います Google 検索ですねそこで LP でね、まあ、広告をかけてる業者っていうのが、ね、世の中にはたくさんいらっしゃいますので えー、例えば、えー、集客、ちょっと待ってくださいね。えー、集客。で例えばまあ集客で調べるとここに広告って出てくるんですよ。集客スワップね広告。 これ広告かけてる業者っていうのはあのまあ駅店とか有名ですけどこういうところのキーワードとかねこういったところがどういったキャッチコピーを書いてるのかねでそれをそのままプレゼントにするとかネット集客諦めていませんかあこのキャッチコピー使えるなとかねえ例えば人が集まるホームページにするために今すぐチェックしてほしい17の項目あこれ使えそうだなとねうん今すぐチェックしてほしい17のテンプレートとか。 最近こういう感じのね、広告がかかってますよね、Facebook で。そうこういうところから見つけてくるんですよね。結論は、コピーは一番最初はね、自分の頭で考えないがポイントなんですよ。自分の頭で考えないで、こういったものを頼りに自分あの、これをテンプレートをもとに差し替えて使ってみるとか、タイトルうまい人のモデリングしてみるとかっていう形でもうやってみるのが一番早いですね。そうだからライバルの人のあと、Amazon の書籍タイトルとかね。 書籍を出している人を逆引きしてその人の名前で YouTube 検索してみたり Facebook 検索してみたりとかあとは Facebook 広告で流れてくる人をねチェックしてみる LP をチェックしてみるという形で参考になりそうなのはどんどんメモしていくとこれはスワイプって言ったりするんですけどねあこの言葉使えそうだなこの言葉営業で使えそうだなこういう言葉がお客さんに今響くんだなそういうのをどんどんスワイプしていくとことですねメモ帳に当時僕昔からやってましたけどねノートにもう今3冊4冊5冊1年ぐらいやっていると5冊ぐらい溜まってくるんですけど 結局皆さんがやるべきなのって、マーケティングのようなテクニックはいろいろあるんですけど、お客様の究極理解なんですよね。お客さんの究極理解。で、お客さんが本当に求めている情報っていうのを手に取るように分かることができたら、あの、それはお客さんに伝わるんですよ。で、集客もできるんですね。で、逆に集客できない人って、 インスタ使ってもアミブロ使ってもフェイスブック使ってもツイッター使ってもできない人はできないんですよ。できる人はできるんですよね。どの媒体使っても。何が違うのかっていうと、お客さんの悩みっていうのをめちゃめちゃリサーチしてるんですよ。めちゃめちゃリサーチしてる。とこですね。だから、まあ、文字が小さくないか、見たいと思うタイトルかっていうところをね、ぜひちょっと見直していっていただきたいなというふうに思います。はい。ではですね、えー、次。